空想国。ここまでか。決着だ、リーン。だが、もはやお前は後戻りできない。それは分かっているな。ああ。ニエとしての役割、つまりは保険だったということも。だが、今はただ、この剣に全てを込めてみせる。ミリアム。八王一刀流と薬式軍刀術、父と子としての最後の交流か。叶うなら自ら手ほどきをしてみたかったものだがな。それはまたの機会にでも頼むよ。行くぞ、ゲリアス・オズボーン。来るがいい、エインシュバルツ。白い闇が出てくるわ。最後まで心配をかけて。やりやがったか。あ、なんだ、どうした。そういえばミリアムはここにいるよ。心配させるな。勝負は敗の勝利。これで全ての決着が。ミリ、あ、やっぱりそうなっちまったか。それってなんという結末だ。父様、どうして。私は違う。もう彼が出てくることもない。そして黒に捧げた身、このまま消え去るのみだ。そんな。
リーン・シュバルツァ、君と灰の勝ちだ。世界の命運は君に委ねよう。せいぜい好きにするといい。それってどういうことだよ。おい、よし、なんとかなりそうだな。なりなれ、いけそうか。うん、すべての力が集まった。今なら大気圏外も余裕だろう。大気圏外、まさか。抑えられないんだね。呪いの本体、黒きイシュメルガの悪意を。ああ、よこせよこせ。我のものだ、すべて。ああ、心地よい。これが父やドライケルステイを蝕んできた者の正体。黒の思考システムが悪意に目覚め、独自の精神生命体へと進化した者。自らが神にならんとして呪いを振りまいてきた絶対悪の結晶だが、黒の本体と分離され、この次元に顕現した今こそ葬り去れる唯一にして絶好の機会だ。そんなのダメだよ。何か方法はあるはずだ。てめえ、ふざけんじゃねえぞこら。教官、嘘ですよね。いやです。そんな、行かないで。ひどい人。まあ、付き合うぜ。こっちも予想通りだ。旅は道連れってな。ニシシ、僕もタイムリミットみたいだし。クロ、ミリアム。ああ、それもそうだな。クローまで。ミリアム、俺は悪い、抜け駆けするぜ。みんな元気でね。大丈夫、いつかきっと戻ってくる。エリゼに殿下、トア先輩、他のみんなにもよろしく伝えてくれ。それじゃあまた。ありがとう、楽しかった。ただ愛してる、ただ愛してる。
他に言葉を見つけられない君を愛している仕上がれ先輩ども。大丈夫、きっと戻ってきますよ。はい、お姉ちゃんやクロウさんと一緒に。だって約束してくれましたから。私たちの教官なら、うん、トールス7組のリーン・シュバルツァーなら。Thank you.